巨人の心臓地域の方々もたくさん来ていただいてと思いますけども、子どもたちもいっぱいいます。
地域の方々と子どもたちと共にですね、90周年を振り返ったり、お祝いしたりする気持ちで見て、歓声を上げていただければ、大変嬉しく思います。本日は宝塚大学の皆様と演奏してくださる、陽さん、修吾さん、本当にお世話になります。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは本日本当に厳しいスケジュールの中、素敵な映像をご用意してくださった宝塚大学の先生をご紹介したいと思います。田島先生です。田島先生、どうぞ一言よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。いや、いいですね、元気ですね。宝塚大学の田島と申します。プロジェクションマッピング、今日はしっかり見ていただくために2つだけ、よく見えるヒントを教えます。1つは、プロジェクションマッピングの光のアートです。なんでなるべくスマホとかにしちゃって、暗いところに目が慣れた状態で見るとすごくよく見えます。それ1点。2点目は、今回の国の1つは音楽です。今回、演奏してくださる方は本当にいいバイオリンとピアノを共演してくれます。映像よりももっともっと魅力的かもしれません。ぜひそちら音楽の方にも注目して聴いてみてください。本日はどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは先生からご紹介がありました通り、本日ピアノとバイオリンのなんと生演奏を披露してくださるお二人、ピオ&シューガーについて簡単ではありますがプロフィールをご紹介したいと思います。ピオさんはピアノを習い始められ、数々の賞を受賞されています。容姿端麗のピアニストでありながら、優秀な作曲さんでもいらっしゃいます。シューガさんもバイオリニストとして、全国大会で優秀な成績を収められています。佐渡豊スーパーキッズオーケストラではメンバーとして、題名ない音楽会などにご出演。2014年に